大型し詞休館永永7年5月13日は、戦国時代から江戸時代初期にかけての博多商人。姉妹宗出、神谷宗丹と共に、博多の三傑と呼ばれる。名は信吉。子孫は代々福岡藩黒岳の国元、雇用商人を務めた。この二代目は茶人でもあった大賀宗博。永六四年、武善国中津信武器商人の家にて誕生。 ここに、全米、黒沢衛門、総衛門がいる。慶長5年に、中津藩主、黒田長政が、筑前国へ、家造移法されると、それに前後して、博多に移住し、姉妹宗室や神谷宗丹と共に、追記や、城下町などの整備を受け持った。長政は、宗急に対し、家康から、海外貿易の主因状を受けさせ、ベトナム、シャム、琉球、 李氏朝鮮などとの交易により、巨万の富を得る。福岡藩筆頭御用商人となり、優遇を受ける。元7七年には、黒田長政から褒美として、治療地を与えられたが、商人の身分を理由に辞退している。同時期の博多の交渉、末継平蔵や伊藤小左衛門らと交流があり、博多の古刹名刹の人復興や、整備などに尽力した。寛永七年、死去。 墓所は、福岡市博多区の達中、昭福寺玄重庵。あとは三男の信貞が継いだ。大賀家はもともと、大神氏の姓を名乗る文豪国の武士で、大友氏に仕えていた。父を早く失い、貧困に苦しんでいたが、主家の滅亡とともに、武器商人に転身し、慶長から玄奈年間にかけて、海外貿易を行うようになった。この頃、中国人の助言により、 大賀に改名した。そして、長崎から明に渡り、二十年以上海外で暮らし、巨万の富を得る。後、大河家は、博多商人の筆頭商人となり、江戸時代を通じて、博多部の管理を任され、幕末まで続いた。家業は金融業を、主と市で財を成した。大名菓子では、日後細川藩、高鍋藩秋月家などに行っている。博多商人の価格においては、 大掛区が基準とされる。大掛け自体は幕末明治を乗り越え、現在は福岡市で不動産業等を営んでいる。井上製造、博多郷土市辞典足処防、2000年 P28。ありがとうございます。